はい、皆さんどうもこんばんは、山ちゃんでございます。もうね、真っ暗でございますけども、うん、なんとですね、まいまいちゃんと一緒にキャンプロケ、はい、でしかも車中泊。そうですよ。こんな車中泊ってしたことあります？ないです。ない、一度もない。一度もないの、うん、だから不思議な感覚です。不思議な感覚、この状況が今。これあれですよ、閉じ込められるんですよ今から。え車中泊ってそんななんか悲しいものなんですか？違います、楽しいもんですですよね。はい、っていうところでね、はい、こういう、車に、これ実際ね、うん、車エブリなんですけども、はい、モービルマリアさんのね、うん、車中泊カーはいっていうことで、もうベッドすごいですよこれね。ね、もう本当私高身長なんですけど、背高い、背高い168センチあるんですけど、余裕で眠れそうなくらい広いですよね。ね、うん、なんか今こう端っこにポツンといる感じですけども確かに、まあ、実際に縮こまってる感じですけど、でも実際にはめちゃめちゃ広い、うん、広いですね。ね、うん、まあ大人2人寝れそうだもんね。眠れるし十分くつろげそうですね、ほんと。あれでしょ、まあ頭の上の高さとかも全然問題ないでしょ、うん、正座しても全然問題なく、うん、問題なく頭も当たらないですし、うん、窮屈な感じは一切しない。ない、ない、っていうところでね、はい。でこれまあ実際にこう簡単なね、あの設置ができるベッドキットなんですけども、うん、ちょっとね今こう撮影用っていうわけじゃないですけども、はい、右側に置いてあるのが冷蔵庫。はい、これですね。はい、これが冷蔵庫。中にもなんか冷えてますけども、あ、お酒が入ってますねお酒よく飲む。お酒飲みますね。飲む、はい。しかもスパークリング系が入ってるじゃないですか。やった、私の好きなスパークリング、はい、ね、わあ、そっか、車中泊泊まるからお酒もね、そう準備してるわけなんですよね。そうなんですよ、うんうん、でね、さっきもうしこたまご飯も食べたんで、はい、もう満腹でもうすぐにでも寝ようかなってところですが、はい、はい、一応そのまあなんていうんですか、つまみ、うん、鶏天、鶏天せんべい、鶏天せんべい、はい、大分のお土産品、はい、鶏天せんべいも、ね、おつまみにもね持ってこいですから。なんか14枚入りなんだけど若干枚数減ってるけど、誰が食べたんですか、ね、結構減ってますよ。結構減ってますね。結構減ってますね。ね、ダメですよ、撮影道具食べちゃう、はい、そんな感じですけども。でそして、そこにあるこのポータブルバッテリーってやつです。これがそうなんですね。はい、んージャクリーっていう、もう電池の親玉みたいな感じなんで、うん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 、実際にはね1800ワットぐらい。おお、たら女性が例えば使うドライヤーとかってあるじゃないですか、はい、あのターボとかついてるやつなんかはね、うんうんうん、1200ワットぐらいなんですよ。ですよね、それくらいな。だからそういうのもね全然それで使える。使えるんですね。そんな大きくないですよね、意外とコンパクトで、はい、そう、だから朝起きてもう髪の毛が爆発してる女性でも大丈夫、うん、すぐお直しができるわけなんですね。直してからね、車の外出れるという、はい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 、ところでね、これ今冷蔵庫つながってますけど充電もできちゃうんですか、携帯の。携帯もできるし、それこそ何かこういうカメラとか、うーん、充電ができる。 OK なんだ、すごいですね。そう、これさえあれば本当不自由なく、不自由なく過ごせますね。じゃあもうここで生活しますか。できるかな、1週間ぐらいはいけるかなあ、そんな長くする無理かね、ね、なんだこうやさぐれ感が出るかもしれませんけども、こういうねポータブルバッテリーがあると、うん、非常にこう車中泊も楽しい、うん、だからそれこそね今もうだんだんねこうやって寒くなってきたんで、はい、そう、電気毛布とか、あー、そっか、これから役立ちますもんね、季節的にも。だからケトルでお湯沸かして湯たんぽにお湯入れてるとかね、うん、なんでですか。じゃあ寒い季節でもキャンプ楽しめる、楽しめるとわけなんですね。さすがにこの車の中でね、焼肉とかやっちゃうとえらいことになるんで煙もくもく、いろんな大変なことが、ね、起きますから、はい、実際に、ね、もうやってもいいんですけど、はい、多分モービルマリアさんに怒られるんで、はい、ね、今日はおとなしくしようと思います。今日はおとなしくね、まあ後々ね、はい、後々怒られない程度にどれぐらいいけば怒られるか、ね、チャレンジしていきましょうか。そうですね、はい、っていうところでね、はい、まあ、こういう車中泊の車なんですけども、はい、ちょっと寝てみますか。お、いいですか。いいですよ、こうでいいかな。おお、やっぱり全然余裕で眠れますね。眠れる、頭もぶつからずに、うん、ぶつからずに余裕あります、うん、マットの硬さとかそこら辺はどう。これ硬さがすごいちょうどいいんですよね。
柔らかすぎない、硬すぎない、ほんと程よい、うん、そしてこの、なんだろう、柔らかい生地感もいいですよね。いい感じ、うん、このね、生地っていろいろ変えれるんですけど、あ、そうなんだ。これは結構、あの、なんていうの、まいまいちゃん的にはお気に入りっていうか好きな、うん、いい感じです。その、まあ、冬の寒さもいけそうですし、そんな夏もこうベタつかない感じで年中使えそうな感じで、感じがしますね。はい、いい、これはいい睡眠が取れそうな、取れそうな感じがしますね。じゃあもうしこたまお酒飲んで、で寝て、寝て、ね、そして帰ると、帰るとまあでもね、どっかこう遊びに行った時とかね、うん、車中泊しながらね、うんうんうん、まあ、お酒飲んでもこれなら大丈夫だし、うん、いいのかなと思います。はい、はい、ということでね、じゃあここで、このね、車中泊の車作ったモービルマニアさんのね、ニタロさんの方に登場していただきましょう。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、ということでニタロさんどうもです。お願いします。なんか出来上がってますか。モービルマニア代表のニタロと言います。はい、よろしくお願いします。お願いします。もうあの結構いい感じでしこたまご飯を食べ、ね、うん、しこたまあのお酒を飲み、お酒を飲み、うん、まあでもね、あのお酒飲んでもこの車の中で全然寝れるんで、うん、寝れる、寝れる、はい、うん、全然寝る、十分眠れます。うん、これでもあの今今回これベッドだけなんですけど、実際にはあれですよね、棚作ったりとかいろんなことできますよね。そうそうそう、あのね、私の頭の中では棚作って山でこう写真撮ったり遊び行ったりとか、うん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 、そういう人は山彦。おう、や、何、山、山彦っていうのは、なんだろう、海彦山彦。おお、海彦山彦、なんとなく言いたいことわかる。宮崎の何、なんかそういうのがある。伝説は、あ、もうあの、伝説もう私が調べて下に入れておきます。うんうん、調べよう、調べよう。で、魚取りのこう、あ、何、ロッドホルダーみたいなやつ、ロッドホルダー、うん、上にしたやつが、じゃあ何、海バージョン、海バージョン、うん、で、そのカメラとかそういうなんていうの、山遊び系なものは山バージョン、山バージョン、それ何、あの山彦、海彦、海彦、うん、私の名前を短くして山彦にしたわけじゃないですよね。いやいや、それは違う、山本和彦を短くしたら山彦なんですけど、山私じゃないですよね、山彦号、ね、いやいや、本当にそういうのを作ろうかなと思って、うん、あ、じゃあ何、どんどんこのバージョンなんていうの、うんうん、発展させるみたいな、うんうんうん、そうそうそう、ね、例えば仕事が終わって海行って日が開けるときに、うん、シュッと、ああ、はいはい、朝晩集め、そう、うん、そういうのを作ろうかなと。あ、まあでもね、実際に釣りする人ってその朝日が出るときに魚が動き出すんですよ、うん、だからその時で釣りするんですよね、うん、だからこう大体みんなこう車中泊してで車の中で待って、はい、日の出で釣りして会社行くみたいな、そう、なんかもう半分自給自足みたいな生活ですけど、そうかそうか、うん、そういう時にもこの広いのはぴったりですもんね。だってここで寝とって、うん、で、ああ、よく開けたわーかなんて、うん、シュッて大丈夫、大丈夫ですか、ニタロさん多分泥酔して起きないんじゃないですか、ニタロさん俺はダメよ、 俺はダメよ朝が来たの気づかないかもしれない、気づかないかもしれない全然ダメよそれ俺ダメよ、うん、ね、まあでもね、釣りする人はね、うん、でよくね困るのがその竿とかを、はいはいはい、置くところね、あ、だからよくこうロッドホルダーって言って釣りのね、ここにね、ここにビシッと入れたりとか、うんうんうん、あと、まあ、こういうねジャグリーとかがあると、うん、その冷蔵庫、うん、要はほら釣った魚ね、あ、はい、をそのなんか入れるための、まあ、こいつがね、そうあると結局、まあ、釣った魚がまあなんていうの、そのまま腐らずに、そうか、鮮度がまあいい状態で、この子はんといいね、そうね、あるとね、うん、だからほらクーラーボックスってほら氷入れてみたいなしないといけないけど、うん、ね、そういう感じで冷蔵庫みたいなのがあるとね、そう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 、釣った時も全然便利みたいなところがある、うんうんうん、もうザクッと切って血抜いて、もうなんか冷蔵庫の中入れてジャグリーがあったらもう全然大丈夫、使えますもんね、何時間でも大丈夫。これいくらぐらいなんですか。いくらだと思います。5万、5万じゃ売れないな。いくらぐらいですか。これね、約17万9000円。結構するんだ。まあでもそれだけ使い勝手がいいってことですもんね。昔だったら、うん、なんていうの、そういうこうなんか車のバッテリーみたいなやつをいっぱい積まないといけなかったのね、うんうんうん、そう
か、そう、これだけでいいのか。そう、それだけでいいんで、走行中にも充電できるから、ほう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 、うん、太陽光を上げて屋根の上に、うん、じゃんじゃん充電してもいいし。あ、そういう感じなんですね。あ、そうそう、だからお家持って帰って普通になんか充電、うん、要は 100V で充電もできるし、遊び行く、走り、そう、うん、走りながらでも車で充電もできるし、でそのソーラーパネルを置いてソーラーパネルからも充電できる。あ、そうなんですね。ソーラーからもいいんだ。こういう時代ね。これを積んでおけばいろんなことができるってこと。そう、そうそうそう、便利な時代になったよね。本当ですね。うん、じゃあその仁田野さんは頑張って山彦海彦バージョンを。ああ、いやいや、作りますよ。次のロケ。だって海で魚釣り行きたい人、山でこう写真撮り行きたい人で、山でこう寝たい人でも、いろんな仕様にカスタマイズできるわけですもんね。そうね、だからまあ別途だけね、うん、標準で、うん、ね、用意しておいて、あとはもうね、そのお客さんに合わせていろいろこう仮装ができるんで。そっか、月々つけられるわけなんだ。そうなんですよ。そうなんよ、ね、だからそういう、まあ、仕様みたいな、まあ、その楽しみで使える車、うん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 、いいですね。魚釣りせんの、魚釣りしない、したい気持ちはあるんですけど。あ、そうそう、港でアジ釣って、その場でアジ開いて、うん、アジフライとか作って食べたことがあります。美味しそう。めっちゃ美味しい、もう新鮮だから。いいですね、それ。絶対美味しいね、うん、ね、絶対美味しい、うんうん、多分私と仁田野さんはもう泥酔してるんで誰か作ってくれない。そうそう、誰か作ってくれない俺やるよ、そこまではいけるよ。泥酔しててもできる。そうそう、うんうん、その代わり釣らないといけないんで。あ、そっか、そうですよね。そう、坊主だったら何も食べられないから、何も食べらずに帰るという、うん、そういうロケも、うん、してみたいと今後は、はい、思いますんでね、はい、じゃあもうその次のねロケの時には、はい、そのなんだっけ、山彦、私の名前の山彦バージョンとね、海彦、山彦、海彦、海彦、うん、ちょっとググっときます、うん、ね、概要欄にちょっと書いとくんでね、そう、打ち合わせも何もやってなくてね、いきなりスタートしたんでちょっとあまり分かんなかったですけどね、そういうような、はい、やつもね、今後次のロケで間に合うとね、嬉しいですけども。そうですね。はい。うん、そこら辺はちょっとこの仁田野さんの宿題ということで。かかってますね。ね、これも打ち合わせしてませんが。頑張ってお願いします。はい。うんうん、っていうところでね、うん、じゃあこのまま車中泊、はい、ね、まいまいちゃん頑張っていただいて、私たち帰るんで。あ、じゃあ一人で楽しみたいと思います。ね、はい。一人なの？一人で楽しみたいと思います。一緒じゃないの？一緒じゃないみたい。みんな帰るみたい。そうですよ。仁田野さん何言ってるんですか。明日仕事が帰りますよ。ね、皆さんさようなら。まいまいちゃんと一緒じゃないの？ないです。はい。一人で星空を楽しもう。まいまいちゃん基本的にここ地元なんで。地元なんで、もう本当。ね、なんだっけ、ロッジ清川。ロッジ清川ですね。はい。うん、なんか向こうでもなんか泊まれる施設ありましたね。あります。可愛いツリー型の、うん、ハウスがあるので、ね、そこでも泊まれますし、うん、いろいろ楽しんでもらいたいですね。さすがに夜だからあれでしょ。サウナはやんないでしょ。サウナ夜はやってないと思います ね。今これで川飛び込んだら、うん、ちょっともう遭難すると心臓止まってしまう ね。探してもらえなくなるので。なのでね、はい、流れてしまう。まあまあまあ、サウナ日中楽しんでもらって、うん、ね、うん、はい、はい、じゃあそんな感じで、はい、はい、じゃあね、今日はですね、モービルマリアさんの方でね、なんかもう夜ロケ、うん、はい、車中泊ロケで、はい、はい、ございました。どうもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。